か、まあ長かったっていうか、ね、終わりました。いや、あの結局さ、ね、私あそこ言ってなかったと思います。これさ、いや僕こんな長いと思ってなかった。あなたがさ、なんか被害者みたいな感じ。そう、僕被害者ですよ。いや、被害者だとあなたバッコイと話ができてたわけでしょ。まあ一応、はい、どうでしょう、私ですよ、生配信やりますから、うん、でだからなんか決まってんのって。いや、そうっすね、まあ来れば分かります的な感じや。始まるやいないや、そんな急にまずは姿があるってなるわけ。まあ、今最終的に見てくださいよ、これ終わったら。いや、これみんな同窓会的になっちゃってるんですよ。同窓会的ですよ、一緒パーティーみたいな。皆さんちょっとね、あの実は生配信見てて、でちょっと向かってる人間がいるんですよね。いや、誰っていうか、で終わっちゃったから、ケイチョンチャンネル側も誰か呼んでくださいとかって言うから、だいぶ前に言ってたんですよね、声かけ昼過ぎにてるのがいるんですけど、終わっちゃったから勝手に。だから私ちょっとやりたいやりたいって言ったでしょ。なのにもうなんか逆に伸ばしてたじゃないですか。はい、私ちょっと最後引き伸ばしてたでしょ。なのにあなたたちがなんかもうお腹減ったみたいな感じで、まあショートで終わらそうとしてたら、なんかさしてくださいよ。私だってカッコつけさせてくださいよ。カッコいいっすよ。誰とかいいじゃないですか。じゃあ何ですか、誰が来るって言って、この人ですって言ったら残ろう、この人だったら帰ろうみたいなことを今判断するって言うんですか。そうです、名前で判断する。須田まさきならって何ですかこれ。須田まさきさん来るわけないでしょ。須田まさきやったら俺も残る。須田まさきさんじゃないです、それは。だからその辺はちょっと、ほらもうなんか半分ぐらい帰りました。やめてくださいよ。いやいや、それはお願いしますよ。逆に誰も帰ってなかった。帰ろうとしてるでしょ、完全に。これ帰ろうとしてるって。私は年金と10日が公認会計士の試験なんですよ。あの本当は12時間勉強したかったんですけど、ちょっと今日かわいそう。4時間ぐらい使われたんだね。じゃあ寝たかったね。みんな寝たかった。まあまあまあ、そうですけど、もう来るってね、あの言ってるんで。あ、違うのに。京都に帰らないといけない。何時最終は。9時18分。9時半だったらまだもうちょっと入れるでしょ。まだギリの新幹線代出すのはまたあれでしょ。お泊り代って言うんだら、新幹線代を出すのでね。ありがとうございます、すいません。じゃあ、でもあのいいタイミングで、はい、皆さん、ね、帰れるんだらって。あ、マッコイさん、マッコイさん、いい加減にしてくださいよ。何ちょっと、いや、一人ね、だから、ケイチョン側も誰か呼べってあなた言ってたでしょ。ケイチョン側から。だから、こっちもね。品川でしょ。いや、品川さんですか。違う違う、だから私もね、だから一応よあ、クロちゃん、クロちゃん、クロちゃん途中でダメだって言ったでしょ。あそこだから品川、ちょっともうちょっとで来るって言ってたの。違うって、だから当てに行くなよ。当たった時に当たったって言うのも嫌でしょ。当てに行かないでください。すいません、静かにしといてください。もう誰やろ、もうもうミキティ当てに行くなっつって。わかった、奥さんが迎えに来るパターンだ。まあ、やめてください。違う違う違うから、違うから。誰やろ、ちょっと待ってください。だからもうじきに行く。帰ります。マッコイさん待ってくださいよ。あなた、俺もう一個あるって言った。もう一個あるじゃなし、あなたがだって呼べ呼べって言うから、私一応呼んだらもう着きますっていう情報がね、さっき来たんで。だったら引っ張っときゃよかった。だから引っ張ろうとしてんだよ。終わろう終わろうとするからさ、俺ちょっとなんか伸ばしてたでしょ最後。ダンス見たいみたいな。終わる感じの空気出して、終わる感じの空気は出して。あなたたちが最後で言ってんだお前は。じゃあ顔が見えないからこうやって売れ出してただけで、うん、食べるもんもみんななくなっちゃったから。もうしっかり誰くんの。ちゃんとお前たち、あのリアクションしてあげるんだぞ誰くんも。はい、
やめてくださいよ、そんなリアクションするんだぞって誰が来てもリアクションするんだ。今のところあなた、でも難しい、かわいそうでしょ、庄司くんでしょ、だ当てに行くなっていいから、だからみんな喜んだらいいんですか、わーって、あ、サリナさん、お願いします、みんなじゃあ喜んでください、サリナ姉さん、サリナ姉さん、マイチさん帰ってよ、勉強勉強、お疲れです。何がいいだ。俺出ますよ。ちょっと待ってもう来るから。待てって。なんで来んで来んのよ。せっかくだってこうやってさ。もう俺やだよ。誰がやだよね。誰もやってくれよ。俺やだって本当にやだ。心底やだ。俺やだ。ふざけんなよ。だって俺だってお前一人呼んだんだから。俺本当打ち合わせなんだこれから。こっちだって長いしてると思って一人来てるんだから食べるよ、横にお母さんいるんだよ、横にお母さんいるんですよ、あの芸能界10年起こされたんですよ、ありがとう、いつも出てないんですよ、民放 LG なんですよ、民放出てないんですよ、バカでちょっとね皆さん本当にもうせっかく三浦さん帰りたいって勘弁してよ、お前がいろよ、なんだなんだ、一番帰っちゃいけないでしょ、こうなったあれ、今生配信終わりのエントンチャンネル回してるんですけど、皆さんミスターカタチさんです、いやもう生配信終わっちゃってさ、俺だから必ず来るまで伸ばそうと思ってんだけど、もう終わらしちゃったのよ、だから来るから待っといて、知らなかった遠藤来るなんて、そんな言わないよ、その前のイベント会場で電話した時につけてみたんですよ、ほんだら開始されてから4時間かけてどんだけやってんの6時間やったんだよ、結局6時間6時間やったんですよ、エンド来るんだったら伸ばしてたよ俺だって、だから言ったのに、だから俺なんとなく伸ばそうとしてるもんね、お前たちがやめろって言ったんだよ、これ、さっきあんだけなんだね、ありがとうございますって言ったらなんだよ、その手のひら返しは、こっちのこういうキッズ、こっちのキッズ、こっちのキッズ、トロフ君って何言いたいの、何言いたいの、言いなさい、ほら言いなさい、終わるって言った。戻ってきた。なんだ。すげえわ。言った。言ったの。遠藤さんが来るのが遅いから。じゃあ遠藤さん何ですか。何ですか。今、とりあえず山本さんの番組をマスカッツで。はいはいはい。それは見てました。14時からね、ずっとやってたんですよ、もう20時半ぐらいまで。途中から雑になってきてたから、マスカツ的には遠藤さんが良かったって、もう僕どころ、なるほどね、そうか、そうなんですけど、やっぱ広がりが違うじゃん、こっち民放 NG だから、民放連だから、民放連ちゃんねんって、ずっと民放連ですね、民放連とかも全部ダメだから、そうね、民放連的に回したやっぱね、こっちはやっぱりほらね、やっぱりもう本当に王道ですか、いや民放連、王道民放連的にしてない、みんな遠藤さんだぞ、すいません、遠藤さ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 ん、やっぱりね、ここまで打ってこい、遠藤さん、はい、ここまで打ってこい、遠藤さん、すごいわよ、帰れ帰れ帰れ、ドブスチビ、ドブスのチビばっかりで、KJ 一曲お願いします、ラッパーです、ラッパーだよ、よし KJ、 KJ お願いします、 KJ ラッパーお願い、こっちもラッパーだよ、ほらほら、バトル行け、バトル、バトル、バトル、ヘイヨーユーリマンだぜ、イエー
ユーリマン、ユーリマンと俺はケンジちゃん、いや今からお前とラップバトルやってやるぜ、お前俺はツルッパゲ、お前はどこがハゲてんの言ってみろよ。私はユーリマン、レペゼン新潟の田舎娘、ここはマスカーツ、私のホーム、みんな最高だぜ、イエーイ。どうだハゲ。想像以上にうまいっすよ。やった。めちゃうまかったよ、ケイちゃん。めちゃめちゃうまいじゃん。うまいでしょ。マスカットのラップ担当。あ、そうなんですね。で、遠藤さん、すいません、ちょっといいですか、DVD。はい、これ何ですか。これ何ですか。マスカットの DVD。え、マジ？マスカットの DVD です。え？昨日発売したての、はい、DVD ボックスになってます。私たち第2世代 の、うん、卒業式の DVD がまず一つと、うん、卒業ライブですね、これ、はい、こちらです、うん、はい、8月、昨年の8月に行われたライブなんですけど、うん、もう一つこちらにあるのが、あの初代エビスマスカツ、はいはいはい、第2世代エビスマスカツの、うん、10周年を記念した合同ライブが昨年の5月に行われたものになるんですけども、そちらが3枚ずつそれぞれ入って、うん、計6枚で計6枚セットで、はい、あ、これ6枚で、県庁も出てるんです、山本さん出てるんですか。マスカッツのその最後の卒業ライブにゲストで呼んでいただいたから、はい、で、俺も出たっていうことで、あのマッコイとマスカッツの人たちが県庁チャンネルに生配信に勝手に突出しに来たってことです。それで6時間やった被害者やね、私何も知らないで今日来たのよ。でもこんな形になったんですね、これ。違う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 形になってますね、3枚形になってますね、ですね、3枚の形、1組の形です、ね、絡ませきない形ですね、そうですね、歌って踊っての形から、はい、抜けて突っ込んでの形、コントまでの形、コントの様々な形でお送りする形です、ね、形です、ね、形です、形ない A 川さん、A 川さんいます、はい、あの子の曲書いて、あ、そうですよね、やっぱそうですね、久しぶりです、どういうこと、どういうこと、そうです、マスカッツに入る前に事務所でユニットを組んでたんですけど、その時に、はい、曲を作っていた、あ、まあ、そうです、そうです、お久しぶり、どんな曲、今どこかの誰かはお互い様さ、さあここから始めてこ、僕らのストーリー、すいません、だいぶ前すぎて、すいません、かじけない、どんな歌かよ、エカさんのがうる覚えでした、うる覚えなの、そうですね、5、6年前ぐらい、そうですね、すごいつながりですね、久しぶりです、でも遠藤が来てくれんだったらもうちょっと伸ばしてたわ、そうや、だから俺なんか引き伸ばそうとしてたのに、言ってよ、いや、そこでさ、ちょっとすいません遠藤さん来るんで少々お待ちくださいってなかなか言えないでしょ、ムードがちょっと悪かったんだから、ムード悪かった、終わりなんだから長い長い、あなた言ってたでしょ、ちょっと待って、ちょっとスペシャルゲスト来るわっていう一言言えばよかったのか、だから俺何回も言ったらお前下手だなって悪かったよ早めに謝る、こっちも6時間だから結婚式も、だから結婚式も工事来れんだよお前は、バカだ、そういうことの積み重ねなんだよお前は、全部全部積み重ね、山本です、ちょっとまあチャンネル登録よろしくね、チャンネル登録よろしく。